んばんは。今日はコスです。ハンバーグプレートいただきます。アボカド、でもさ、なんかコロナウイルスやばいよね。でもね、昨日夜寿司屋さんの前を取ったらいっぱい入ってる寿司屋さんがいた。で、なんでだろうって聞いたらさ、やっぱりもうね、行きたくなるんだ。みんなストレス溜まってんだろうな、やっぱり。まだ日本はいいよね。それこの間さ、医者が通う整体みたいなの言ったんですよ。そこはね、めちゃいい。どこ行ってもダメだったかな。そこのあれでピタッとね、良くなっちゃった。あれはびっくりした。本当にすごいところですよ。早く月曜日何時かな、休日とか、暇でしょうがねえな。うんと、休日とかで休みは嫌。誰も相手してくれないな。箸で食った方がいいって言うもん。ここまで来ると面倒くさいな。残せない。ボス。スプーンとこぼさないの。食ったってこと一緒なの。すみません。おやすみなさい。